チャーをご覧の皆さん、こんにちは。長谷川健一のフリー&オブリゲーション、今回第13回でございます。もういつの間にか1年経っちゃいましてね、もう最初出た時はなんだこいつはっていうような感じでね、多分出たってみんなね見てる方はね思ったと思うんですけども、そんな中でも1年やりました。まあどこまで喋りが上手くなっているかわかりませんけれどもね、今回もやりたいと思います。最近は少しね時間ができてきたので、音楽制作なんていうのもちょっとやってましてですね、最近ちょっとカバーものを、洋楽のカバーものやったんですけど、今ちょっと曲作りもしてまして、なかなか曲は書けたんだけど詞がなかなか出てこないんで、今ちょっと苦労してるっていうところでございます。まあそれ、まあ全部できた時点で YouTube の方でもアップしようかなと思ってますので、まあご興味のある方ご覧になっていただければと思います。そんなわけで、本題の方に行きましょう。今回はですね、もうね、皆様この名前聞いただけでもう嫌な印象を抱く人多いと思うんですけど、24時間テレビの話でございます。まあね、24時間テレビというといろいろあるんですけれどもね、まあ早速本題の方に行きたいと思います。まず1枚目のスライドをご覧ください。1枚目のスライドなんですけれども、こう24時間テレビってどういう番組なのかという話でございます。まず1978年、昭和53年にですね、愛は地球を救うというのをキャッチフレーズに、日本テレビが全国ネットでチャリティーのような活動を行う番組として誕生しているっていうところでございます。このね、チャリティーのようなっていうところがポイントですからね。で、もともとはですね、この番組どうしてできたのかっていうと、1966年から2014年にアメリカのレイバーデー、まあ、アメリカの祝日ですね、労働者のための祝日なんですけれども、それに合わせて開催されていたチャリティー番組、レイバーデーテレソンというのがあるんですけれども、それを元にして作られたのが24時間テレビということでございます。で、2013年12月1日にですね、番組で集められた募金を福祉などの事業に全国的に送っていた、24時間テレビチャリティー委員会がですね、内閣府から、公益社団法人の認定を受けているというところでございます。まあ、なかなかそれなりにね、法人格にもなっているが、まあ、信用はあるというところには表向きは見えますけれども、次のスライドでございます。今年、まあね、24時間テレビまた捏造をやってるんですけれども、まずこれどういうことなのかと言いますと、番組に出演していた吉本興業所属のお笑いコンビ EXIT の兼近大樹さんの元交際相手の女性が登場したんですね、番組中に。で、兼近さんは二股をかけていたという番組展開になりました。しかし番組終了後に元交際相手の女性が、番組スタッフが二股ありきで再現 VTR を作ったという内容のその動画を YouTube 上に公開しました。で、それで24時間テレビが捏造を行っていたことを暴露したんですね。で、今その動画消されちゃってるんですけど、自分が見た時はもう50万再生ぐらいかな、そのぐらい言ってたんですね。で、その後にこの件はそのネット上で騒ぎになりまして、まあ、いろいろまとめサイトでもまとめになったりしてるんですけど、24時間テレビに関する不信感が募ったという見解に、つながっております。まあ、そもそもですね、こんなですよ、不倫とか二股とかこういうのをね、24時間テレビチャリティーという、ね、名目で扱うのはどうなのというところあるんですけど、で、次のスライドですね。で、これ多分皆さんね、多分知りたいところだと思うんですけれども、チャリティーマラソン、はい、24時間テレビね、毎日夏の風物詩になってますけれども、このチャリティーマラソンっていつ始まったのかっていう話でございます。このチャリティーマラソンなんですけれども、番組開始当初は行われていなかったんですね。で、いつ行われたのかっていうと、1992年になります。で、これどういう経緯で始まったのかっていうと、もともとね、番組が始まって10年以上経っていく中で、だんだんその視聴率が下がっていったというところがありました。で、そこに悩んだ番組プロデューサーがですね、吉本興業のタレントである波佐間寛平さん、当時のマネージャーに対し、深夜に10分でいいから出演してほしいというオファーをしました。で、それに対してマネージャーさんの方がですね、10分と言わず24時間走らせましょうという返事をしたんですね。このあたりですね、先月言ってたその吉本興業のね、ブラックさんがちょっと出てるなとは思うんですけど、
その後返上して、1992年、平成4年からですね、毎年実施されているというところが、チャリティーマラソン の始まった経緯ですね。で、このチャリティーマラソンが始まったことで、その番組の視聴率っていうのもかなりやっぱり上がってきてるっていうのがあるんですね。で、今年も20何パーセントだったかな。で、一番最大で、平均が27だったかな。で、一番最大で30何パーセントだったかな。そういう視聴率を達成してはいるんですけれど。そういったわけで、次のスライドでございます。で、このチャリティーマラソン。これもですね、数々やらせの歴史がたくさんございます。特にその、まあ、他にもいろいろ代表例はあるんですけれども、あるんですけど、例はね。で、この中でその代表例3つご紹介しようかなと思っております。で、まず1つ目、2002年、平成14年の、西村智美さんのワープ疑惑。2つ目、2012年、平成24年の北斗晶さんのワープ疑惑。このワープ疑惑すごいですけどね。で、3つ目、2013年、平成25年の、大島美幸さんの距離短縮疑惑っていうのがね、ございます。これ一つ一つね、ちょっと説明しないといけません。一つ目なんですけども、西村さんに関してはですね、番組終了3時間前はですね、残りの距離が30キロだったんです。残りの距離がね。で、その後で、1時間経った番組2時間前に、距離がどうなったのかというと、2時間で、いつの間にか西村さんが20キロぐらい走っていて、残りの距離が10キロになっているという、そういうところなんですね。で、それもですね、当時ね、いろんなネット掲示板とかでもね、話題になってて、これね、実際のところはこれ、車でちょっと西村さんが移動したんじゃないのっていう、そういう話になっているわけでございます。で、2つ目なんですけども、北斗さんの件なんですけども、ゴールまで2キロを切ってからの、残り距離に異変が起きてるんですね。一方でですね、そのゴール2キロ切った時点までは普通にこうカウントしてたんですけど、そのうちなんか 一歩歩くたびに、距離が200何メートルぐらい縮まっているというね、意味がわからない状況が起きているという話なんですね。これもすごい。で、最後の大島さんなんですけども、88キロを走るはずだったんです。交渉ね。交渉88キロを走るはずだったのが、なぜか実際は48キロの距離しか走っていないという話になってまして。で、やっぱりここね、この辺の話が出たことで、かなり、ネットユーザーの皆様お怒りになってるわけで。で、最近ではですね、毎年ワープしないでちゃんと走っているのかっていう、その監視目的で、実際に伴走をしているネットユーザーも現れているというところでございます。で、やっぱり自分もそのチェックしてたんですけど、24時間マラソン追跡団員っていうね、ツイッターアカウントの方がですね、ブログでもその記事を書きながら、毎年追跡を行っているというところがね、あります。この番組何なんだろうなって思うんですけどね。はい、5枚目でございます。で、この、皆さんこの辺もね、知りたいところだと思うんですけれども、出演者へのギャラ支払い。で、これね、24時間テレビの出演者に対してギャラ支払いっていうのがね、よくあるんですけども、これどうしてこういうふうになったのかという経緯をちょっと自分はあるところから仕入れたんですね。24時間テレビ の制作委員会の方となんか話をしたりっていう、そういうところに、その方からちょっと情報をいただいたんですけど、それによるとですね、もともとはですね、食費、交通費などの実費のみを負担する実費、もしくは優勝ボランティアという形で最初あったんですね。ところがですね、毎年番組の演出が派手になっていって、そこに芸能プロダクションが関わってきたことによって、出演者にギャラを払うという形になったんですね。で、まあ、この時点でチャリティーじゃないだろうと思うんですけど、で、さらにですね、この代表例としてはジャニーズ事務所なんですけども、1990年代から、ジャニーズ枠というものができまして、1995年頃からジャニーズのタレントがメインパーソナリティを務めるようになってきたというニュースも出ております。でね、結構やっぱりギャラの関係とかやっぱりいろいろ出てるのが次なんですけれども、有名な例はね、これ結構知ってる方は多いと思うんですけれども、出演者のギャラ支払いとしては謝礼という形で支払われております。特にそのチャリティーマラソンランナーへの報酬は1000万円ではないかという噂がありますね。
で、他のね、メインパーソナリティの方たちにも、やっぱりギャラはそれなりに払われているんですけれども、ビートたけしさんや、明石家さんまさんのような大御所の芸能人がですね、ギャラが発生することが嫌という理由で、24時間テレビには出演しておりません。で、さらにですね、総合司会も務めたことのある、金ちゃんこと、萩本欽一さんはですね、ギャラは受け取ったんですけれども、その全額を寄付したという、話がございます。まあ、これ結構ね、有名な話だから知ってる方多いと思うんですけど。そして次の、スライドでございます。で、ここなんですけど、本来、その海外のチャリティっていうのは、海外、まあ、特に後半詳しく話す予定ではあるんですけども、海外のセレブっていうのはノーギャラで出演するのが基本なんですね。で、まあ、社会貢献って意味もあるんですけど。で、24時間テレビはですね、それに対して出演者にギャラを支払うので、疑問の声が上がっております。で、特にその例としては、1991年にメインパーソナリティを務めた西田ひかるさんはですね、ギャラが出るとは思わなかったと、制作発表会で発言しておりまして、アメリカ人テレビプロデューサーのデーブ・スペクターさんは、24時間テレビのあり方に毎年ツイッターで疑問を呈しているということも出ております。まあ、自分もね、毎年というか、デーブさんのツイッター見たんですけど、かなりやっぱり毎年、これチャリティーじゃないよねって話を、やっぱり毎年この時期にしている、8月の末にはしているっていうところでございます。で、結果どういうところになるのかといいますと、で、芸能プロダクションやスポンサー、それから広告代理店が癒着した番組である24時間テレビはチャリティーではございません。そういうところでございますけれども、後半何を話そうかというと、チャリティーのこの定義って何っていうところを話していって、よりこう24時間テレビはおかしいんじゃないのっていうところを、話していく予定でございます。